はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、本日はキャッチャーミットのご紹介ですね。ローリングス社さんから、昨年2014年 AW 秋冬モデルとして限定発売されたゲーマーシリーズのミットになります。何が限定か、こちらですね。ゲーマージャパン、メイドインジャパンとありますね。ゲーマーなんですが、基本型はプロプリファードジャパンの型を使用しておりまして、当然ですが、革もですね、国産ということで、全然ゲーマーではないですね、これはね。限定販売ですので、カタログには載っていない商品になりますが、こちら、ゴールドタンのカラーと、まあ今手元にはありませんが、レッドオレンジの2色が発売されましたね。はい、その革なんですが、画面で伝わりますかね。この質感、いいですね。プロフリファードジャパンですと4万7000円相当ですが、こちらですね、一応、メーカー希望小売価格、本体価格が3万2000円ということで、コスパはすごいですよね。革です。基本型はプロプリファードジャパンということで、オーソドックスな、ね、形ですね。ライト2、薄めになってますが、土手がね、Z3 ほどペラペラではありませんね。オーソドックスな丸型、縦型のキャッチャーミットとなりますね。背面もこういった感じですね。はい、メイドインジャパンで、ロゴは学生野球さん対応のジャパン規格の大きさのロゴということですね。はい、じゃあぐるっと一周見ていただきましょうか。ちゃん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 、限定タブですね。ちゃん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 、ダダダダンダダダダンダンダン、オーソドックスですよ。はいはい、土手こんな感じですよね。はい、どうでしょう。よいしょ。はい、ということで今日はゲーマーリミテッド、ゲーマージャパンのご紹介でした。それでは皆さん、さようなら。